はいどうもう今早朝3時半でございます、えー、どうもケンジでございます、えー、今日はですね、えー、初チャレンジ、えー、してきました、えー、ちょっとねホタルの写真をね、えー、撮ってみようかなという風うに思いまして、えー、ちょっとカメラ持ってね、えー、夜、昨日の夜ですね ちょっっと行てきました場所はですねまあ別に名所っていうわけではないところでじいさんばあさんの家のねからちょっと歩いていったところのまあ川のところにね毎年ホタルがよく出るので今年もそろそろ。 見れるん。じゃなないかなと思って行ってて行きました、うん、で、まあ、ちょっと寒かったんですけどねどうかなと思ったけど夜、えー、と7時半が日の入りだったのかな、えー、でその頃を狙って行ってきたんですけどちょうど7時半頃からポツポツとね、えー、光り出しておいるいると思って。 もう8時前ぐらいになったらもうね、えー、結構ポッ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 ともう光り出してでまあ大体毎年のことなんでその辺通る人はあ大体そろそろかなっていうのをね分かってる人が多いので結構人も集まり出したんですよね。うん、で特別駐車スペースとかがないからあの路中とかしてねあの渋滞になっちゃったりとかすることがあるんでそこをちょっと注意しとってもらいたいなというふうにも思うし。 ちょっととねねマナー悪いい人とかもいるんですよ、ねえー、せっかくの場所なのに、えー、そういう風な感じで荒らされてしまうとね、えー、よくないのであのー、まあ私もねこう写真撮るときはあのこう光がね、えー、出ないようにとか邪魔しないようにとかね、えー、そういうところは気を使うわけですけどあのー、ホタルをねこう捕まえようとする人とかね えー、あとまあこうスマホでねフラッシュ炊いてバシャバシャやったりとかね、えー、そういう人とかもいましたんでね、えー、そういうのだけはちょっと避けてもらいたい。でこうお子さん連れの、ね、方とかもいて、えー、子供がそういうふうなことを真似したりとかねこう間違ったことを覚えてしまうと良くないので、えー、そういうことはね避けてもらいたいなというふうには思いますが、えー、まあ 初めてのチャレンジ。えー、まあなかなかうまくいきませんでした一応ね、あのカメラの設定とかあ、大体こんなぐらいかなっていうところで、えー、行ってきたんですけど、まあいろいろーまだやらなきゃいけない,い,いところはあるかなと。まあ暗くなるんでね、まずピントを合わせるのをやり方とかをね、一応まあ、えー、見てはいたんですけど、うんまあ、とりあえず、あの そのまま行ってみようと <laughs>、えー、あんまり難しいことせずに、えー、一回そのままあちょっとチャレンジしてみようと思って、えー、カメラと三脚とねちょっと思ってで、えー、今回持ってった機材が、えー、オリンパスのペン F を持って行って、えー、45mm の単焦点、えー、をちょっとつけて、えー、行ってきました。うん であの、スマホの方でね、アプリでリモート操作でシャ,あのシャッター切ったりとか、えー、しながらあ撮ってきまして、えー、まあ、ピンボケだらけですよね <laughs>。で、まだ完全に暗くなる前あたりのやつの方が、こうね、こうピントが割りかし合ってて、えー、いいかなという。まあ、あと、まあね、設定の感じで まだ光がこうあんまり泳いでないような絵になってしまったりとかね、えー、いろいろまあありますがああ、えーまあ、ちょっと撮ってきたのをねお見せしたいと思いますもうこの失敗作も全部ちょっとお見せしたいと思いますのでまあとりあえずこんなかねあのデビュー作はこんな感じになりましたっていうのを、えー、ご覧いただければなというふうに思いますえー、まあ明日もね、えー、まあ明日というかもう今日かね、えー 見に行けたらいいなというふうにも思いますが、えー、まあもうしばらくね六月、えー、上上旬、うん、長ければ中旬、うん、ぐらいですかまだ見れると思うので、えー、ちょこちょこね様子を見に行って、えー、ちょっと撮る練習なんかねできたらいいななんて思ってます、はい、それでは私のまあ,あデビュー 失敗作 <laughs> ご覧いただきたいと思いますそれではどうぞ